723チャトンネ、上向き回転矢印は、模服シンガーとして活動するソロアーティストで、沖縄県出身。現在は、アーティスト活動と、カンバスジャムでのパコらライバーの活動を行っている。幼い頃からの夢であった歌手になることを目指し、単身状況。状況後モデル、グラビア、アイドルユニットと幅広く活動した後、2019年2月28日、 フクシンガー、723チャトンネ、上向き回転矢印、としてソロデビュー。12月に全事務所との契約満了期に独立。ソロプロジェクトリーツ案に際し、コンセプトをしっかり決めた、世界観を大事にしたステージを作りたいという本人の意向をもとに、音楽プロデューサー、スタッフとの話し合いの結果、全曲クラシックモチーフとした楽曲に、 殺意をテーマとした歌詞を融合させるというスタイルにまとまった。またそのイメージに伴い衣装を模服とし模服シンガーというキャッチコピーも決定した。ちなみにオープニング MC ではライブをトぶライの縁と少子その世界観をより具現化している。都内を中心としたライブ、楽曲制作、レコーディング等を精力的にこなし、 立案からわずか半年足らずの2019年7月27日には、ファーストワンマンライブにこぎつけた。ファーストミニアルバム、愛の賞味期限なんてとっくに過ぎてるのレコ発でもあった。当日は、当該 CD が物販にて即完売となった。またその後スタートした通販での売れ行きの好調さも、重なり約半年で増販となった。7月にファーストミニアルバム、 愛の賞味期限なんてとっくに過ぎてるより、待って待って、ちょっと待ってのメガボルトを配信開始。2月セカンドミニアルバム、裏切りの爪痕のレコ発ワンマンライブを開催。ライブ後物販では、前回同様セカンドミニアルバムも即完売した。セカンドミニアルバム、裏切りの爪痕より、裏切りの爪痕のメガボルトを配信開始。 本人が企画から立ち会った今作はその映像日も話題となった。4月723チャトンネ、オフィシャルファンクラブ開設。それと、並行し、テレビ、ラジオ、雑誌等メディアへの露出も増加中。コロナ禍での活動制限がある中でパコか、ツイキャストの配信トークライブや YouTuber としての活動にも力を入れている。 また TikTok にアップした自身の難体性を生かした愛字バランス動画の視聴者数が約20万人を記録。これらすべてライブで直接会えない分どんなことをしてもみんなとつながっていたいという強い思いからの本人企画発信のコンテンツである。アーティスト名である723チャトンネ上向き回転矢印は本名の夏美の当て字の723と 子猫っぽい性格と言われることが多いため、子猫という意味のフランス語シャトンヌを合わせた名前、上向き回転矢印は猫の尻尾を表している。ダンス高校生の頃、学校になかったダンス部を友達と作るほど夢中になった。ギター弾き始めて半年で弾き語りができるようになった。集中力と頑張りが、 驚異的とギターの先生が舌を巻くほどの上達ぶりだった。好きな食べ物寿司、モンブラン。常々、毎食お寿司でも良いと公言している。食べすぎて、気分悪くなった時もあったがそれでも全く懲りること、なく好きらしい。ちなみに、お気に入りのぬいぐるみに、ネギトロと命名した。苦手な食べ物、口の中の水分を持っていかれるもの。焼き芋、パンやピザの耳。 片茹で卵の黄身等々。好物のモンブランも上に乗っている栗の部分は、水分持っていかれて嫌いだそう。その他、チビマルコちゃんや、クレヨンしんちゃんが好きである。本人曰く、見てると気持ちが和む。その反面、喋り声がアニメっぽいと言われることが、コンプレックスで、正反対のかっこいい女性に憧れを持つ。そのためか歌声は、喋り声とは、正反対になった。 ステージ上でのカリスマ性と実際話した時の無邪気さとのギャップに驚く人が多い。本人は二重人格と言っている。都市伝説系の夢のある話が好き。モノマネ、愛知バランス音楽的ルーツは親が好んで聴いてきた曲の影響から歌謡曲。それを中心に広くにロックポップ、クラシック、K-POP 等闘技に入れば何でも聴く雑食系。 突然、らした構造、ブラックピンク、エルトン・ジョン、果ては、スタンダードのフライ ME to the moon を口ずさみ、その選曲の振り幅にスタッフをアゼントさせることもしばしば、交通安全ビデオ、東京都トラック協会。ありがとうございます。